あれ？あれ？こんにちは、あまひろです。先日1月22日に YouTube のチャンネル登録者数が1000人を突破してからちょうど丸1年っていう記念日を迎えることができました。でこれは普段から応援してくださってるねリスナーさんのおかげで達成できたものではあるんですけれども、まあその1000人達成できたことによってフォートナイトのクリサポ権限も無事取得することができまして、でそれ以降ねフォートナイトのカスタム待ち配信っていうのを僕とこの YouTube 配信でもねやってるんですけれども、たびたびやってるんですけど、まあカスタム待ちのあるあるで言うと、まあこの嵐っていうのがねまず一つあるかなと思うんですけど、まあ僕とこもね嵐がちょこちょこ入ってくる時あるんですが、で先日もね先日というかもうほんとつい最近なんですけど、まあまたその配信中に嵐が入ってきまして、でその嵐がねでまた最近ねずっとね入ってきてる、よく入ってきてる、もう同一人物になるんですけれども、ちょっとねその時のね出来事をねまずねちょっとねこの動画の方で映像を流したいと思うんで、まずねそちらの方をぜひご覧ください。じゃあどうやって見つけるんですかってなると思うんですけど、こうやって例えばこれ僕ですけど、これが隠れる側の人間としたら、こっち近づいたら勝手にマークつくんである程度、そういう風な形で見つけてください。もし、まあ、僕もこれは何をやってるのか簡単に言いますと、こんな感じのね、配信をやってたんですよね。これサムネになるんですけど、で、かくれんぼカスタムなので、やっぱりその縛りっていうのが出てきて、禁止武器とか禁止アイテムっていうのがいろいろあったんですけど、まあそんな中、この後ね、ちょっと嵐が、さっき言ってた嵐がね、いきなり襲ってくるんで、そこをぜひね、ちょっと注目してください。ラグで固まったんかわいそう。コソコソしてるつもりが一気に。あれ？あれ？何こいつ？何こいつ？何こいつ？え、パン焦げおったし、何こいつ？っていう感じで、今のがね、ライブ配信の時の映像になるんですけど、この動画の冒頭のシーンでもあったように、最後にね、僕のことを襲って、で、まあ、かくれんぼを台無しにしてくれたんですけれども、で、その嵐の普段やってる行為として、まあ、死体打ちであったりとか、まあ、煽りエモートであったりとか、僕とこのカスタムって大体通常のカスタムは初動攻撃なしになってるんですけど、その初動を襲ってきたりとかね、まあ、すごくね、迷惑な行為を繰り返す嵐になります。で、こういうことをされると、この後僕がどうするかっていうのはもう皆さんお分かりですよね。そういった形でね、対応したわけではないんですけれども、まあ僕自身、フォートナイトの初心者っていうのもあるし、まあフォートナイトの初心者でなくてもそもそもね、怠慢とか、そんなのをね、して対処したいとか、そういうのはね、多分、まあ、ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ違うやり方で、この後対応してるんで、ここからがね、この動画のね、見どころかなって思うんで、ぜひそちらをご覧ください。こうなってくると、ちょっと参加できるとはね、限定になってきます。もう僕と Twitter で相互フォローの方とか Discord で僕ともうすでに繋がってると限定、これはもう申し訳ないけどパンコゲはチャットにカスタムキー出ないと参加絶対できないから。ねえ、ほんまやな、ね、ゆプレイヤーさん、ええ迷惑やな、迷惑かけてな、みんなにな。基本的にはまずもう相互フォローの方とか Discord のグループでもうすでに繋がってるとしか無理なんですよ。ちょっと待ってちょっとごめんなさい、ちょっと僕今ちょっとごめん、今のちょっと今のごめんちょっと僕今やらかした。いや多分大丈夫と思う。いや大丈夫大丈夫、もう一回やってみよう一回やってみよう大丈夫と思う、僕は大丈夫と思う、大丈夫なはず。まあ一回これでやってみよう。チアさんむせてる、ごめんなさいね大丈夫だよ、パン焦げ多分一旦で抜けたと思う。僕の予想ではパン焦げは一旦で抜けたと思うよなあ。そうよな、花田若さん、僕もそう思う。これでおったらまあ本当にリスナーさんみんなに謝るわ、ごめんな待って、お茶目マジで褒めてくれてるの、ありがとう。違うか大丈夫な気しますよね、僕も大丈夫やと思う、多分ね、多分大丈夫ですよね。さすがやな、ほんま僕もさすがやわアホやわ
配信者として失格。よし、じゃあやるよ。この動画もし良かったなって思っていただけましたら、ぜひグッドボタンを、チャンネル登録の方も良かったらぜひお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、天弘でした。